はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、あのペトロマックスのアイアンハンガーを作ろうと思います。はい。で、以前作ったあのランタン用のね、ハンガーの余りがまだ結構あるんですけど、うん、あともうワンセットぐらいあるのかな。うん。で、その余りを使って作ろうと思うんですけど、はい。まあ、今回ですね、ちょっともう、一番緊張するのが初めての溶接ですね。うん。に挑戦しようかなと思ってます。はい。まあ、溶接自体工場勤務の時にちょっと教わったことあるんですよね、うん、だけどもうほんのちょっとやったぐらいなんで、もう難しい、ど素人に近い、むし難しい。ああ、そうなんだ。で、今回溶接機は実家の方にあったのを借りてきまして、うん、で、なんか半自動といって中からこう芯が出てくるタイプのやつ、うんうん、で、普通だとあの棒みたいなでこうちっちってやるじゃん、うん、まあそれじゃないやつですね。家庭用の100V のコンセントで使えるものです。はい。で、溶接をして、で、あとの上のアームの部分は、うん、あの 9mm の鉄筋をこいつをですね、うん、曲げていくような感じで作っていこうと思います。はい、頑張りましょう。はい。で、これが地中に刺す方の鉄筋になります、うん、で、これがですね M12 用のジョイントのナットになるのかな、うん、なんですけど、これをここに溶接して、これが 9mm 鉄筋になるんですけど、うん、これをここに刺すように作ろうと思ってるんですよ、うんうんうん、ほら、はい、中が10mm ぐらいだから、うん、まあ程よい感じのガタつきなんですよね、うん、まあ、これでいければいい感じに収まるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、まあ、まずは溶接をして、溶接がうまくいってからこれを曲げるような感じで、はい、もう溶接ができないともう元も子もないからさ。だよね。そうだね、うん、だから一旦ここの鉄筋の、うん、このゴツゴツしたのをサンダーで落として、うん、まあ、それなりにちょっとフラットな面を作ってから、うん、これをつけれる場所を作ってあげて溶接しようかな、うん、はい、はい、よし、とりあえずちょっとフラットになりました。うん、どう？ほら、これが乗るぐらいにはなったでしょ。本当だね。これで溶接できればいいんですけど、安定じゃないね。その前に、うん、これとこれを溶接でくっつけてみようか。うんうん、こんな感じで、うん、これでじゃあつけようか、はいはい、うん、これが 100V でも使える溶接機になります、うん、はい、スズキッドっていうところのバディっていう、相棒っていう意味ですね、バディ。ああ、そうなの、うん、よく知ってるね。うん、調べたもん。なんだ、だからよ。よう知ってんなと思って。あのさ、海猿とかでもバディって言うの。ああ、言うよね。うん、ああ、なるほど。一緒一緒。で、これは溶接用のお面ですね。うん。多分光がパッて出たら、瞬時に暗くなるやつ。ちょっといいやつ。いいやつなんだ。うん。初めてなのにめっちゃいいやつでするっていう。うん。こんな感じ。うん。よし。あと、手袋しないといけない。なんでパチパチしたの？手袋してきました。はい。じゃあそれでは始めましょうか。ちょっとドキドキする。うん。かなりドキドキする。だよね、うん。まあそもそも電気がね、ちょっと足りるかどうかが心配。うん。バチとか言わないよね。わかんない。おお。あまり私直接見ない方がいいんだっけ？うん。はい。ん？ん？うわ！あ、今だ。やっぱこう押すんだわ。でしょ、だから何のためにそれついてんのだって。普通に考えてそうじゃんよ。
あ、ちょっとできた。できた？うん。ちょっとできたけど、なんか、ちょっと格好悪いね。本当だ、本当だ。あ、すごい、こんな感じでできるんだ。ねえ。初めてできた。おー、すごいね。ちゃんと溶接されてるよ。ねえ、だから。不細工だけど。ちょっと不細工だけどね。うん。難しいぞ。強いのかな。強いかもね。ちょっと上手になったっていうか、いい感じじゃねえの。こういうのってさ、もう終わり頃になってる上達するよね。だよね。なんか棒がくっついてる。そんなに？うん、結構熱いわ。これを本当に溶接してみようか。うん。削ったとこはここ。ここだね。ここと、うん、ここをこんな感じで。ちょっと溶接したところが出っ張ったの。ねえ。ちょっとサンダーで削ろうかな。うん。かっこ悪いよね。うん、めっちゃ。今かっこしやすいうちにね。うん。すっごい綺麗になった。ちょっといびつだけど、ね、うん、でもさっきよりはいいよね、うん、ここら辺はご愛嬌で、はい、いいね、いい、いい、よっしゃ、どう、ちゃんとペタッとくっつく、くっつきそう、うん、こんな感じでいいんじゃないかな、こんな感じで仮で固定しました、うん、でもちょうどまっすぐですよね、うんうん、この支柱に対してね、はい、ここからじゃあ溶接、うん、これで一旦ちょんちょんってこう溶接して、うん、点付けみたいな感じで、うん、でビーってあのボコボコにしていこうかな。あー、オッケー、うん、ついたね、うん、なんとか今こんな感じ。あー、ほんとだ。で、両側はね、はい、どう？くっついてるよね。うん、くっついてる、くっついてる。多分。慣れてきたのか。さっきよりいいんじゃない。さっきよりはいいし、無駄なデコボコがない気がする。でしょう。うん。それでは9ミリ鉄筋を曲げていきます。はい。まあ、曲げるのは前回、うん、あのアイアンハンガーを作ったのと一緒だね。うんうん。その時に買ったやつだよね、これもね。そうそう。この鉄筋。鉄筋曲げ板9ミリ用ですね、はい、鉄筋が9ミリなんで、うん、でこっちもこの9ミリ用のもの、こんな短いやつにパイプを刺してます、うんうん、ちょうどこれもあの捨ててあって、うん、ホームセンターにだったよ、ね、もらっていいですかって言って、うん、もらったんだよね。どうぞどうぞって言ってくれたから、ジャストフィットだもんね。ここ
これをこの字に曲げます。はい、温めたりしないの？うん、温めたりしないよ。これで曲がるの？うん。やりにくい、うん、すごいやりにくい。土台も動くしさ。そうだ、これ本当ね、下に固定するんだ。だよね、うん。てるところが、うん、ペトロマックスをかける部分。そうそうそう。もうこの間も本当に終わるぐらいに上手になってきたもんね。うん、本当だね、うん、いい感じの丸じゃないですか。で最初はいつもいいんだって。だいたい最初はいいの。あれ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 、そうそうそう、だんだんあれどうしたどうしたってなってる。ねじりを直しました。いいはずなんだよね。ちょっとここが。こうなるはずだから。うん。わかる？うん、わかるよ。ここに引っ掛けて、うん、で、ここら辺をもう一回曲げるんでしょ。ここら辺に傘が来るから。うん。そう、あとは、あのペトロマックスの傘の位置をここからの距離を出さないといけない。うんうん。久々見たな。綺麗でしょ。うん、綺麗だね。めちゃくちゃ磨いたもん。あ、そうなんだ。何センチ？約360ぐらいだね。この取っ手の先端から下まで、傘の下までがね。うん、だ360ぐらいのところで曲げてあげればいいかもしれない。なんかこっからもうこの分は、こんぐらいは曲がんないといけないから。うん、だよね。こう、こうさ。うん、結構だよね。中心からで言うと20センチぐらいは外に逃げてあげないとダメだね。うん、360
はい、の20センチね。こっからだね。こっから約360だから、うん、まあ、ちょっと曲がれば外に出るから400ぐらいでしょ、こっからね、うん、まあ、こんぐらいでいいか。で、この時大事なのが、うん、ここをこの状態で保っとかないといけないっていう。どこ？ここ、この位置がまっすぐじゃない、なんか悪いじゃん、うん、常にちょっと曲がってるからかっこ悪いんだけどね。キリがない だよね、一つ一つ直してると、うん、あ、でもさっきよりは全然先端がまっすぐになったよ、うん、今ぐらいかな、うん、ここはミスったらちょっとね、直しにくいと思うんだよね。今水平ぐらいけ、うん、今、うん、そうだね、今いいんじゃない。20センチだ、こっから前は このラインから、うん、ここが20センチ握ればいいわけだからさ、うん、20センチいったと思う今で、うん、いったと思うけど20センチくらいじゃない。もうちょい逃がしとく、うん、ここのテーブルのラインと、うん、合わせれば、ここを合わせればさ、だいたいここからいいぐらいだね、うん、20センチだったわね、うん、20センチ、25センチぐらい逃げてな、うん、こんぐらいだからいいんじゃないかな、うんうん、ちょっと余裕があるぐらいで、うん、こう、こう、こうかね、こうだね、こっちの方が良さげだね。あ、そうだね、うん、それがいいかも、ね、で、ここからここまでが700、うん、だから一旦これでここで700だから、ここぐらいで曲げてみよっか、うん、どうなるか。いいと思うけど高すぎるよね。調整するでしょ。調整はする、うん、まあ打ち込むわけだもんしね。そうだよね、うん、だこれをこの腰高ぐらいまで下げようかなと思ってるわけ、うん、これ打ち込んだ時にこんぐらい、うんうんうん、だからここのこの曲がってるところがこんぐらい、うん、でペトロマックスをここにかければ、ここ傘はここだよ、うん、もうちょっと高い方がいいかな。いや、そのぐらいがいいよ。あんまり上げると周りまで眩しくなるから。そうそうだよ、このぐらいがいいねって手で持った感じが私たちがもうだったよね、うん、こんぐらいだね。そうそう、持ったぐらいだったから、なんかまあこの上が俺の身長ぐらいがいいかな。うん、そうだね、こうやったぐらいだからさ、うん、こうやったぐらい、うん、そのぐらいがいいかもね。まあ、ちょっと今仮の状態なんですけど、
これがどんな感じになるかかけてみます、うん、まあ、調整しないといけないからね、うん、あ、打ち込んでない状態だから、そうそうそう大丈夫、あ、なんとかかかるじゃん、ちょっとこっち側、こっち側向けて、ああ、全然大丈夫だよ、ほら、うん、あ、もっとしなるかと思った、しなないね、ちょうどいいんじゃない、うん、結構来た気がするんだけど、ちょっとしか曲げてないんだよ、うん、あ、でもさっきよりはなってる、今支柱このぐらいでまっすぐじゃない、うん、まっすぐだよ、いいんじゃない、うん、いいいい、バランス、うん、いいんじゃない、うん、いいよいいよ、いいね、うん、めちゃめちゃいいじゃん、すごい、ちょっとしか曲げてないのにだいぶ変わるんだね、うん、ほんのちょっとしか曲げてない、え、めちゃめちゃいいじゃん、本当にちょうどだよ、すごね、うん、でも大体写真で見れば高さこんなんなんだよね、やっぱ10センチぐらいは切った方がいいかな、仮に低くなってもこんぐらいだからさ、うん、10センチ切ればいい、やっぱり10センチ切らないとダメかもね、うん、いいかも、うんうん、これからまた打ち込めば下がるからね、うん、こんぐらいは下がるはずだから、うん、じゃあさっき作ったものに色を塗っていきたいと思います、このツヤ出しブラック塗ります、これちょっと離れた方がいいの、離れてたことね、こんな感じ、まあ、振りながら近づけてもいいよ、行き慣れても大丈夫だから、こんな感じ、うんうん、まあ、こっちの方はもう乾いた、あ、乾いとらんかった、もうちょっとってとこですね、で今こっちの綺麗にしてくれたんで、今からこっちを塗ります、はい、それではですね、塗装が終わって、うん、とりあえず完成しました、はい、よくできたんじゃないかな、色塗ったらこんな感じ、ちょっと真っ暗くてわかんないと思うけど、うん、まあそれなりには使えるようになりました、うん、それではじゃあ、地面に刺してぶら下げてみようか、うん、はい、どのぐらいの高さになるかね、うん、まあ、それぐらい打ち込めればいいね、うん、場所によっては全然刺さるからさ、うん、でも刺さらない場所もない、あるある、あるよね、手具がだってさ奥まで行かないといけないもんね、いや、ほら、じゃじゃーん、いいんじゃないのね、うん、こう、おう、ちょっと木で分かりにくいか、まあ、まあ、正面から見たらこんな感じかな、正面、今私がこう映してるのがバランスがいい、うん、正面って感じかな、あ、でもいい、いいね、思ったよりちゃんと安定できたね、いい、うん、なんかさ、ブランブランになるかもとかって言ってたよ、うん、あ、これがね、そう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 、9ミリだからね、うん、で9ミリだからこれはちょっと負けてこっち風にこうボヨーンってなるかなと思ったんだけど、うんうん、思ったよりならなくて、ならなかったっていうのも、ね、一つはね、ここが長いのもあると思う、ここの受けが、あー、そうなの、相手は1個じゃなくて2つにしたのよ、でここ長くしたから、うん、それはあるかも、うん、余計安定してるのかもしれない、確かに短いとやっぱりね、うん、あの支えがちょっと、うんうん、短いと支えが何に変えた製品のはここが輪っかになってて、うん、多分ちょっとくるくる回るのかな、うんうん、まあ、分かんないですけど、うん、でうちのはもう固定だからくるくる回ることはないんですけど、う
やっぱ風とかを受ければ回った方がいいのかな。まあ溶接を覚えたから、うん、もしもう一個作るってなったらそういう仕様も作れなくはない。ああそうね、うん、へえ、はい、いいね、いいです、バッチリじゃないですか。うまくいきましたね、うん、はい、これでもここは多分明るいはずだから、うん、だよね、全体的に、うんうん、あと行って多分ここのさ、こっからこういう風に明るかったじゃん。だったよ。うん。なんか遠くまではね、あまり行かないんじゃないかなと思うんですけど、まあ一旦あのまたキャンプ場で使ってみて、うん、そうだね。うん。周りに迷惑をかけるようだったら、もうちょっと切るか。だよね。もしくは、うん、もうちょっと叩いて下げて調整をするみたいな。うん、うんうん、で、ということで今日はペトロマックスをかけるアイアンハンガーを自作で作ってみました。はい。思ったより良かったです。うん、良かった、上出来、はい、ということで、うん、今回の動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。